親戚の嫁さんが本家長男の嫁と風を吹かせたせいでややこしいことになった思い出。うちの親戚は皆御町内に住んでいて行き来も多く仲がいい。本家だのなんだのっていうご大層な家柄ではないの庶民。当時私はバイオリンで音大に在学中で、いとこ夫婦は嫁さんの希望でいとこ実家に同居していた。嫁さんはすごくおとなしいつうか暗い人で、一日中家の中でぼーっとしている。家事もしないが遊びもしない。悪い人じゃないけどちょっと不気味だった。しかし赤ちゃんを産んでから急に本家長男の嫁と主張を始めた。その一環として私にバイオリンをよこせと言ってきた。私が使ってるのは祖父から譲り受けたもので結構な品。分家の人間が本家のものを当たり前のように使ってるのはおかしい。こちらに返すべきだと。バイオリンをやりたいなら先生を紹介するし、最初はレンタルである程度弾けるようになってから自分に合うものを買った方がいいとみんなで説得したが、私がいつバイオリンを習うかは私の自由。強制しないで。とにかく本家のものは本家。筋を通してもらわないと困る。この楽器はずっと使っている一生ものだし、クソ高いメンテナンス代も工面しながらやってきた、いわば相棒。しかもじっちゃんの遺品。だいたいいくらすると思ってるんだ。ほいほいあげられるもんじゃねえんだよ。と言いたい気持ちを飲み込み、わかりましたと涙目で答えた。すぐに知り合いのバイオリン工房に行って、新人さんが適当に作った廃棄用の試作品をもらってきた。おじ、おば、両親には話を通した上で、それを祖父のものだと偽って渡すことにした。渡す時にも大事にしてくださいねって盛大にまやっといた。ついでに今年メンテナンスしたばかりなので、その分のお金はくださいと言うと、ドヤ顔で払ってくれた。30万家計から出した模様。おじおばに渡しといた。いとこ夫婦は実家に食費も何も入れてなかった。これで終わったはずだったんだが、渡したバイオリンはちゃんと弾けば偽物だとわかるだろう。しかし案の定見向きもしない。部屋の隅に放置。そして気づいたら折れていたらしい。それをいとこが見つけ大激怒。彼は事の真相を知らない。音大生から無理に奪った祖父の遺品をよくもって。そしたら嫁さん、息子が友達と遊んでいて壊したと。子供のしたことだから許してあげて、叱らないでかわいそうでしょ。幼児が偽物とはいえ硬い木でできた楽器を壊せるもんかい。後で確認したが、何度も踏んづけたり蹴っ飛ばしてるうちに割れちゃったんだろうな。もちろん大人が。しかしアホないとこはその言い分を信じてしまい、息子に説教。息子は泣きわめき、僕じゃないと翌日幼稚園で大暴れ。そこから当時一緒に遊んでいたお友達家族に話が行き、うちの子が高い楽器を壊してしまったのですかと、ご両親で確認に来たそうだ。後には弾けないいとこ嫁。肯定してしまったそうだ。いとこ夫婦はこの一連の出来事を親戚周りにバレないようにしていたため発覚が遅れたが、結局相手が弁護士を入れてきた段階で事が明るみに。そりゃもし事実なら8桁の賠償だ。弁護士も入るよな。バイオリンを壊したのは子供ではなく嫁ってことはすぐにバレた。いとこは大爆発。子供たちに土下座するも、嫁さんは泣いてばかりで動かず。その態度が悪質ということで、いとこ嫁は相手の家族に告訴されかける。ここで楽器そのものが偽物だってバレたら完全にアウトなのでは。もしかして私も同罪とがくぶる。ここでおじおばが弁護士と共に先方のご家族のもとへ謝罪した上で、
すべて洗いざらい話し、反省を促すために、いとこ夫婦には、高額の遺品ということにしておいてほしい。許してない体で、周りに言いふらしてくれても構わない。と頼んだそうだ。先方ご家族は快諾。爆笑していたそうな。で、その後、いとこ夫婦だけが何も知らないまま。いとこの落ち込みようはすごいが、情けはかけず。修理にかかった費用として、毎月、7万、おじに払うように厳命された。もちろん、実際には、壊れた偽物は廃棄してる。しかし、いとこ夫婦には、もう楽器に触れさせない。としたそうなので、確認することも、明細ももらえずに、黙って粛々と払い続けているそうだ。相変わらず、食費も光熱費も払ってなかったそうだから、これで手打ち。結果的にうまくまとまったが、当時は修羅場だった。私も、詐欺の片棒を担がされたことになるのでは?と怖かったなぁ。元凶の嫁さんは、暗い人に戻ってしまった。しかし、叔母の指導で、毎朝、道路の掃除をしている。支払いがきつくてお金がない。と、周りに愚痴るたびに、なんで、弾きもしない楽器をもらおうとしたの?と返されて、ぐぬぬ、となっている。